知り合いにラジオ局に勤めてる方がいて、その方がまあいらなくなったレコーダーをくれたっていうのがきっかけです。でそれで、まあ、ものすごい存在感のものだったんでもらって、でいじってるうちにすごいその面白さっていうものに惹かれていって、まあ、いろんな作品を作るようになってます。まあ、一番メインでやってるのは古いオープンリールのテープレコーダーを、まあ、楽器として演奏するグループをやっていて、オープンリールアンサンブルっていうグループなんですけど、それは5人でやっていて、まあ、なんていうんですかね、録音機に音をその場で録音して、まあ、スクラッチのをしたりとか、テープでスクラッチしたりして、演奏するっていうグループだったり、古いテレビをまた楽器として演奏するっていうプロジェクトもやってます。でそれはテレビから出てる電磁波を音に変えながら演奏するんですけど、で今回この展示してる作品はテープレコーダーを使った作品で、まあ、インスタレーションですね、演奏っていうわけではなくて、テープが、まあ、落ちて模様を描いて、で音を奏でていくっていう作品になります。今回オーストラリア自体が人生初で、まあ、あんまり全然知識もなかったんですけど、実際に来てみると本当にいろんな文化がこう混ざり合っていて、いろんな人がいて、そういうところで、まあ、いろいろ、まあ、ツアーをしながら回れるっていうのは本当に僕としてはすごく大きな経験ですね。でそれによってこう、まあ、どんな反応が出てくるのかっていうのは、まあ、直には僕は感じれないですけど、なんかそこからまた発展していくこともあるかもしれないんで、すごくそれは楽しみっていうか、